バジャダサウルスは、中世大白亜紀前期ベリアシアンからバランギニアンに、現在のパタゴニア北部に生息した、流脚科目の恐竜の属。ほぼ完全な頭骨時計部の一部を含んだ2010年に発見された標本に基づき、2019年に記載された。バジャダサウルスプロノスピナクス一種のみが知られている。ジュラ紀前期、または、中期から、 白秋前期末まで生息した首が短く体が比較的小型のディクラエオサウルス科に分類される。頸椎からは二股に分岐した極度に長い神経棘が突出している。同様の長い神経棘は近縁のアマルガサウルスからより完璧な状態で観察される。アマルガサウルスの神経棘には様々な機能の可能性が提案され2019年の バジャダサウルスの記載論文では両族とも、捕食動物に対する受け身の防衛手段として長い神経棘を持ったと示唆されている。バジャダサウルスの目は、頭骨の最上部にあり、食事中も前方を見ることが可能だったと推測されている。バジャダサウルスは、バハデコロラダ層の体積岩から発見され、その環境は、毛状流路に類似する。流脚系類レンクパルや、重脚類が、 同じ環境に生息していた。一致とホロタイプの発掘場所の地図アルゼンチン国立科学技術研究会議コニセットの古生物学者が2010年に唯一の標本を発見した。発見場所はピークンルフの4 0トル南方にあたるパタゴニアのリーメイ川の西側の土手近くのバハダコロラダ類層である。最初は歯が数本のみ露出していたその標本は アルゼンチンの古生物学者、パブロ・ガリナが発見した。この地域の化石は多くの場合壊れやすいため、標本は骨ごとに発掘されたのではなく、石膏で覆われた石と骨の巨大なブロックとして運び出された。研究所でのブロックのクリーニングにより、親族の恐竜の頭骨の大部分と第二頸椎及びおそらく第五頸椎が炉にされた。発掘地となった。 バハデコロラダ類相は、ネウケンボンチの体積岩の連続であり、シロン・アキ前期ベリアシアンからバランギニアンにあたる。標本は、ネウケン州のビラエルチャーコンのエルネスト・バッハマン私立、古生物学博物館に所蔵され、標本番号は、MMCHPV75。標本は2019年に、ガリナラによって親属新種、バジャダサウルスプロネスピナクスのホロタイプ標本として、 正式に記載された。俗名はスペイン語で、下り坂を意味し、バハデコロラダ層を反映するバジャダと、ギリシャ語で、トカゲを意味するサウルスに由来する。種小名は、前方へ曲がったの意を持つ、ラテン語のプロナスと、トゲを意味するギリシャ語のスピノックスに由来し、頸部の前方に湾曲した長い神経トゲへの、言及である。バジャダサウルスは、 流脚下目のリクラエオサウルス科に分類される。他のすべての流脚下目と同様にリクラエオサウルス、科は巨大で四足歩行の植物食動物であり、おっと、首は長く頭部は比率として小さい。しかしながら、リクラエオサウルス科は他の流脚下目と比較して小さく、現在のアジアゾウと同等の体育であり、首も比較的短い。分岐した長い神経トゲは、 リクラエオサウルス科に共通であるが、バジャダサウルス及びそれに近縁なアマルガサウルスのみ、神経トゲが極端に発達している。側面から見た頭骨及び、ダイアグラムズ外骨には、頭蓋天井とノーズ口蓋外の浴場骨、上顎の一部、化学が含まれ、現在では最も完全なリクラエオサウルス科である。頭骨の中央部位は保存されていない。 全体的な体育は細長かった。頬骨を除いて眼下を取り巻くすべての骨が保存されており、頬骨が底部を構成していたとされる。涙骨は眼下の前縁を形成し、リクラエオサウルスのものと同様に上半分が直線状となる。涙骨には小さな穴が開いており、リクラエオサウルスに見られる大きな穴とは似ていない。眼下の上側前方の角は全然頭骨で、 構成されるが、リクラエオサウルスやアマルガサウルスと比較すると、全然頭骨の眼下への関与は小さく、骨そのものも後の族と比較すると小さく細い。眼下の上縁は、前頭骨で形成され、前頭骨は、後方で、頭頂骨と融合する。前頭骨と頭頂骨により、頭蓋天井背面の大部分が形成される。上から見ると前頭骨の側縁は、S 字型をなし、 後方から前方へ向けて狭くなる。結果として眼下は上側から確認することができ。これはリンウーロンを除く禁煙な族と異なる特徴である。後方においては、前頭骨は頭蓋天井の後部の主要な穴である上側頭窓の一部を形成する。眼下の後円は五眼下骨により形成される。恐竜に 典型的な特徴としてこの骨は後方に拡張した突起を持つが、バジャダサウルスとディクライオサウルス及びアマルガサウルスにおいては、この突起は縮小しており目立たない。頭蓋骨の上側後方の角を形成する臨場骨の下方の突起がよく発達している。これは、頭骨の下側後方で片方骨とつながっていたことを示唆しているが、接合部自体は保存されていない。 潜在的な接合部は、ディプロドクス科にはなく、リクラエオサウルス科ではこれまで文書化されていなかった。眼下の後ろでは、頭骨のもう一つの主要な穴である、加速頭窓が臨場骨、小眼下骨、片方骨、方骨に囲まれている。バジャダサウルスにおいては加速頭窓は狭く、斜めになっていた。加速頭窓の下側後方の角をなす鈍角を、片方骨が形成し、 ディプロドクス化の状態とは異なる。頭蓋天井とノーズ外を上側と後方から見た、様子完全な頭蓋骨のノーズ外は後方から見ると後頭部だけが露出している。後頭部の上側の大部分の骨は上後頭骨で、バジャダサウルスにおいては外後頭骨から後耳骨が下で完全に融合し、明瞭で狭い縦方向の隆起を持つ。 頭頂部と後頭部の間の穴の体である後、側頭窓は頭蓋骨の正中線に近づくように内側へ拡張しており、これはバジャダサウルスの固有派生形質である。後頭関節球は第一頸椎とつながり、横よりも縦に大きい。その後方表面は首ほど幅広でなく、アマルガサウルスやディクライオサウルスとは特徴をこととする。 ノーズガイの底の一部を形成する、元長頸骨は細長い骨の突起の体を持ち、これは前方と下方へ伸びて、後外の浴場突起につながり、後者に対してノーズガイを支持する。バジャタサウルスの固有派生形質として、この突起は、リクラエオサウルスやアマルガサウルスのものよりも細長く、長さと幅の比は6、1だった。左右の浴場突起は、 公害で唯一保存されている要素であり、元浴場骨突起を受け止める滑らかな突起が存在した。速報、上側、内側、正面から見た下顎場は顎の正面部に限定され、歯間は狭く、ほぼまっすぐ、あるいは内側へわずかに湾曲している。上顎では、上顎で最大の骨である左の上が骨の全部のみが保存されている。 上顎骨には八つの思想が保存され、この数は数ワッセアと類似するが、それぞれの上顎骨に12本の歯が存在するリクラエオサウルスより少ない。24本の歯が並ぶ見かけ上完全な死列が、左の上が骨に近いものの離れていることが判明している。これは下顎の歯の数にこし、そこで下顎で歯を持つ唯一の骨である。 左右の歯骨により支えられている。バジャタサウルスは合計44本の葉を持つ可能性が高い。歯骨は細長く数はッセアのものに似るものの、リクラエオサウルスの上下に高い歯骨とは異なる。上側から見ると歯骨はリプロドクス化に見られる箱型の鼻先を形成せず、聖ジ型の屈曲で丸みを帯びており、リクラエオサウルス化に典型的である。 第5頚椎と考えられている長い神経棘を持った頸椎両前関視は頭蓋骨につながって保存されている。第1頚椎では上側の要素である神経高支援のみが保存されている。これらはバジャダサウルスにおいては三角形で浴場の構造をなす。第2頸椎はほぼ完全である。リクラエオサウルスでは高さと長さの比がに1であるが、 水体ではその日が逆転している。横突起は小さく、数ワッセアと同様に後方を向き、リクラエオサウルスやアマルガサウルスよりも、下方を向いている。第二頸椎の神経棘は分岐しておらず狭い。これは、垂直方向を向き、断面が三角形であり、頂点に向かって先細っており、他の大半の流脚し目めと特徴をこととする。残る。 首の部位からは単一の頸椎のみが知られている。この頸椎には、バジャダサウルスの最大の特徴である深く分岐し、極端に伸びた神経棘が存在し、この神経棘で、頸椎は高さと、長さの比が4、1となっている。この杖のような要素の体は、長さ58センチメートルに達し、還元するアマルガサウルスとしか比較できない。アマルガサウルスと違い、バジャダサウルスの 神経棘は前方へカーブを描く。その基盤は三角形で、側方に圧縮されている。神経棘の大部分は、断面が卵型である。アマルガサウルスの鋭い先端と異なり、バジャダサウルスの先端はわずかに広がっていた。アマルガサウルスでは、神経棘の表面に縞模様が存在し、生存時は、ケラチンの鞘が存在したことが示唆されている。バジャダサウルスの 神経トゲは保存状態が良くないため同様の模様は確認できないが角質の鞘で覆われていた可能性が高いことをゴジェナ、ラは発見した。ただし、この頸椎が首のどこに位置したかは正確にはわかっていない。頸椎の形態は、リクラエオサウルスの第五頸椎、ブラキトラケノパンの第六頸椎、アマルガサウルスの第七頸椎に類似し、これらの比較に基づいて、 暫定的に第5系椎とされた。この椎骨の椎体は高さの2倍の長さがあり、徐々に狭まって、腹側の縦の竜起を形成する。この竜起は、他のディクラエオサウルス科においては幅広く、くぼんでいる。関連するアマルガサウルス。長く伸びた、神経棘を持ち、バジャダサウルスと比較される、ディクラエオサウルス科は、ディプロドクス上科をなし3つの、 主なトガの一つで、流脚した目の恐竜の主要な海区分である。ディプロドクス城下には、ディクラエオサウルス科とその姉妹群ディプロドクス下及び、当園の第三のトガであるレッパキサウルス科が含まれる。ディクラエオサウルス科とディプロドクス科は共に、フレジェリコダタというグループを成し、このグループに、特徴的な知情の王にちなんで命名された。 2019年のバジャダサウルスの記載でオジェナラは、さらなる7族のディクラエオサウルス化を認めた。最初期のものは中華人民共和国のジュラキ前期の後期から、ジュラキ中期の前期に生息したリンウーロンで、3族は、ジュラキ後期から知られる、アルゼンチンのブラキトラケロパン、アメリカ合衆国のスーワッセア、名付け親となった、タンザニアのディクラエオサウルスである。 白秋前期のディクラエオサウルス科には、バジャダサウルスの他に、アマルガティタニス、ピルマトゥエア、アマルガサウルスがおり、すべてアルゼンチンから出土している。ブラジルのイタパクルー層から出土した名前のない標本により、白秋前期末まで、ディクラエオサウルス科が生存していたことが示唆されている。全上顎骨の歯と上顎骨の歯を示すバラバラの知れず、 ゴジェナラによる2019年の系統解析で、バジャダサウルスは、ディクラエオサウルス科の中間型の属であり、スーアッセアとリムウーロンよりも派生的だが、ピルマトゥエアやアマルガサウルス、ディクラエオサウルス及び、ブラキトラケロパンよりも原始的とされた。アマルガティタニスは、位置づけが安定しないため解析から除外された。バジャダサウルスのディクラエオサウルス科への割り当ては6つの、 共有派生形質により支持される。バジャダサウルス自体は4つの固有派生形質を含む特徴の組み合わせにより他のリクラエオサウルス科から区別される。バジャダサウルスの固有派生形質を以下に列挙する。以下のクラドグラムは57の2019年の論文に基づきリクラエオサウルス科の属の関係性を示す。分岐した神経とげ、衰退状形質。 各章を断面で図示するアマルガサウルスの頸椎の南部解剖学的構造の説明。同様の形態がバジャダサウルスでも示唆される深く分岐した長い神経棘はディクラエオサウルス化に一般的である。ディクラエオサウルスとブラキトラケロパンでは神経棘は前へ傾くがバジャダサウルスのものよりは短い。アマルガサウルスの神経棘は唯一後方へ向き、 長さはバジャダサウルスのものと同様に長く伸びている。アマルガサウルスの神経トゲには生前の外見や機能について様々な推測がなされている。複数の研究者が神経トゲに角質のサイヤが存在した可能性やディスプレイ、防御、体温調節に用いられた可能性を仮定している。ダニエラ・シュワルツラは2007年にリクラエオサウルス科の枝分かれした。 神経棘は肺につながる機能を囲むことを発見した。リクラエオサウルスでは、機能は神経棘の左右の部分の間の空間全体を占めていたが、アマルガサウルスでは神経棘の下3分の1の領域に制限されていた。上部3分の2は神経棘の表面に縦縞が存在することから、角質の鞘に覆われたことが示唆されている。2019年にゴジャナラは、 これがバジャダサウルスにも適用され得る最も合理的な解釈であると考えた。また、角は骨よりも衝撃による破損に強いため、角質の鞘は繊細な神経棘を衝撃から保護したと彼らは主張した。神経棘の根元が脊椎を覆っていたため、神経棘の破損は重大な危険であった可能性がある。中心骨を越えて鞘の保護が拡張されていれば、 さらに強化されたと考えられている。シュワルツラは、中心骨を超えない程度の角質の鞘がついたアマルガサウルスを復元し、これは大半の原生爬虫類に当てはまる。しかし、現在の牛目には、中心骨の2倍の長さを持つ角が存在する種がおり、保存状態が極めて良い極竜類ボレアロペルタには、神経棘を25%伸ばした角質の鞘が、 発見されており、核質による拡大が恐竜においても起こり得ることを証明している。ゴジェナラはアマルガサウルスとバジャダサウルスの神経トゲは中心の骨よりも50%長かった可能性があると提唱した。神経トゲは現在のビッグホーンと同様に湾曲により抵抗性が上昇したと見られている。クレイナラにより2019年に推測された骨格復元。 発見部位は白色。頸椎の総数と神経棘の長さはアマルガサウルスに基づくゴジェならはさらにアマルガサウルスとバジャダサウルスの神経棘は防衛に用いられた可能性があると推測した。前方へ湾曲しているため第5頸椎の神経棘は頭部を越えて前方へ届き捕食者を止める防御として機能した。同様にさらに巨大な神経棘が 後方の形椎に存在したと仮定された。中規模の損壊では、角質の先端が破壊され、骨の棘そのものは無傷で残る。アマルガサウルスは、バジャダサウルスの約1500万年後に生息し、長く伸びた神経棘が防衛戦略として長く用いられたことが示唆されている。関連するアマルガサウルスの半期間の向きから、アマルガサウルスは花を下へ向けるようにして、 頭部を保持していたことが示唆されている。ゴジナラは2019年にバジャダサウルスの半期間も同様の向きであると仮定し、上側から頭骨を見た際に眼下が観察できることからバジャダサウルスは接触しながら前方を見ることが可能だったと提唱した。さらに彼らはこれらの特徴から立体視も可能であったという仮説を立てた。 アマルガサウルスに基づいて推測された、復元図バジャダサウルスは、パタゴニア北部に露出した面倒さ層群、バハダコロラダ類層で発見された。この層は赤色及び、緑褐色の砂岩と粗い粒子サイズの液岩、赤みを帯びた、粘土岩並びに淡い褐色のシルト岩の帯からなる。これらの堆積物は、盲状流路により堆積し、遮光用理を伴う保存状態の良い稼働により、 証明されている。この層には古土城が存在する。バハダコロラダ類層は、クイントッコ層とピークンルフ層の上に位置し、オグリオ層がさらにその上に存在する。この層の上部の時代は、不整合の時代に限定され、1億3400万年前に当たる。バジャダサウルスの系統は、バハデコロラダ地から出土し、ここは、バハデコロラダ層の模式地である。この場所からは、 他の流客下目として、リプロドクス化のレンクパルが産出し、アベリサウルス浄化やディノニコサウルス類と思われる、基盤的なテタヌラ類として記載可能な獣脚類も発見されている。ありがとうございます。